推し活で壁紙変えてご機嫌だ。見た目変えたら音も変えたい。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。スマホやタブレットは購入した状態のままでも使いやすい画面構成になっています。ですが、操作性を高めるためにアイコンの配置やウィジェット、カラー設定などをカスタマイズしている人は多いですよね。さらに、ホーム画面やロック画面の背景、つまり壁紙を変更して見た目の印象を変えることもできます。そして、スマホやタブレットをカスタマイズするなら、見た目だけではなく、通知音や着信音などの音もカスタマイズしてしまいましょう。そのために役立つのが、リングトーンメーカーというアプリです。リングトーンメーカーを使用することで、好きな楽曲の好きな部分を切り出して、通知音や着信音を作成することができます。見た目も音もカスタマイズして、自分だけのスマホやタブレットにしてみませんか。今回の短歌は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。